ご親切にありがとうございます。お互い楽しめるといいな。じゃあそちらこそ。ボンボヤージュ。ボンボヤ？ボンボヤージュ、良い旅をって意味です。私は三田村と言います。三田村英二です。そうですね、もうやってましたから。そんな中にね、自分が入れるなんて、いやー、男のロマンですよね。即答でやらせていただきますと言いましたね。あの人たちと自分が会話をすることがあるとは思わなかったので、いやー、なんだか感激でしたね。いや、台本もらった時衝撃的でしたよ。もう、いや、衝撃的でして、こんなあるかと、まあそりゃそうかと思いながら、手が伸びるまで時間かかりました。ずっと眺めてすれ違ってました、家の中で台本と。楽しみなのに、これを読み始めたらとんでもない時間がかかるし、なかなかエネルギーのいる台本でしたけど、いやー、それはそれ面白かったです。やっぱり猛烈に強いキャラクターなのかなと思った。違う方の強さでアプローチしていくタイプの能力者でした。偶然ガスガと出会って、そして助けられみたいなことを繰り返していって、どういうふうに関わっていくのかっていうのは見ものかなとは自分で思うんですけど、ぜひこのゲームを楽しんでいただきたいですね。本当にもう最後の方のカスが一番とか、最高の男としか言いようがないような、自分もこうなりたいなって心から思えたんで、あのカスが一番のまっすぐさを今回もゲームを通して、竜ごとくを通して味わっていただきたいなと思いますね。